幻想的な世界観を空間が出してくれているので、それに負けないぐらいしっかりと演じれたらなと思って。恋愛の中でもすごく苦しい時に思うその気持ち、熱帯魚が水槽の中でしか戦えない自分とか表現してる魅力も皆さんに伝わればいいなと。アジアっていう感じだったり、和っていう感じだったり、みんなで挑戦していくっていう楽曲かなって思います。大人な感じ、女の子より女性という感じの衣装とかメイクにも注目していただけたらなと思います。実体験ではないけど、聞いてて小説読んでるような気分で、前好きだった彼を思い出すような。自分たちで振り付けをすることになったので、妖艶さだったりしなやかな動きだったりを注目していただきたいです。ジャケ写も PV も今までのフラワーの中でも最強セクシーかなって思うぐらいチャレンジしているので、よろしくお願いします。ミュージックビデオと一緒にこの曲を楽しんでいただけたらいいんじゃないかなってすごい思う楽曲です。